ものすごく変化の時代でしたね、はい、悪いやつはやっつけないかんというのをバンドを潰したんですね、そういうことは誰も言わなかったわけですけど、はい、ありますね。日本のバブルの不手際は今中国が必死になって学んでるじゃないですか。98年にニューヨーク上場できたんですね。で向こうにニューヨークで極めて不思議なもの